平野紫仕様のインスタグラム更新。クール可愛いギャップにファン大興奮。10月12日、歌手で俳優の平野仕様が自身のインスタグラムを更新し、その魅力を再び披露した。最新の投稿は、シックな装いの中で放つクールな表情や、思わず微笑んでしまう可愛らしい姿が詰まったものだった。 ファンからは驚きと簡単の声が上がり、そのギャップにファンも絶している。日本のエンターテインメント界において、多方面で活躍する平野市洋が、自身のインスタグラムにおいて新たな魅力を発揮した。10月12日木曜日、彼は自身のプロフィールを活用し、3日連続の大量投稿を行った。これには彼のファンからは熱い反応が寄せられている。 黒のロングコートに身を包み、スカーフを巧みに取り入れたシックなスタイルの中で、平野はクールな表情を浮かべている。また、彼のポケットに手を入れる仕草や、スケートボードを楽しむ姿などが、フォトセットに収められている。彼のカメラに送る視線は、そのクールさと同時に、どこか愛らしさを感じさせるものであった。 一方で、最後の写真は彼自身がコメントする通り、お遊び心を全面に押し出したものだった。彼の横顔には蝶やひよこのスタンプがデコレーションされており、これはファンの心をさらに捉えることに成功したようだ。彼の投稿は多彩であり、彼の人柄と愛らしさがより際立っていることを証明している。 SNS 上では、ファンからは大きな反響が寄せられている。彼のギャップについて、最高、スタンプで遊んでるのも可愛すぎる、かっこよすぎてぶっ倒れそう、イケメンすぎ、といった声が多数見られる。この反応は、平野が彼のファンにとっていかに特別な存在であるかを物語っている。平野仕様のインスタグラムは、 彼の芸能界における成功とともに成長し続けている。彼の投稿は単なる写真のみならず彼の個性や魅力を全面的に反映している。これは彼のファンにとっては彼の日常を垣間見る貴重な機会であり彼の人気を支える大きな要因となっていることは疑いようのない事実である。平野仕様の最新のインスタグラム投稿は 彼のファンだけでなく、日本のエンターテインメントファン全般に多大なインパクトを与えた。彼のクールな魅力と愛らしいギャップが人々を魅了し、彼の広範な人気を証明している。彼のこれからの活躍にも、ますます期待が高まるところである。